はい、アミーゴトレーニングの時間がやってまいりました。アミーゴのケイタです。中田です。お願いします。まあ、今回教えるのは何ですか？ワンツーのリズムでパスが出せる、その場合に止めるトラップ。はい、基礎中の基礎だね、これはトラップで言う、はい。まあ、僕が思うにサッカーで一番大事なのって、まあ、ドリブルでもシュートでもなく、実はトラップなんじゃないかと僕は思っております。これは深い、これは深いよね。っていうのも賛否両論は受け継ぎます。うん、っていうのもね、トラップができなかったらプレーできません。確かにね、当たり前だよね。うん、まあ、常にねダイレクトでプレーするやつはまた別だと思うんだけど、うん、まあ、ということでね、本当にトラップはね、どんなプレーをするにも一番最初にすることは、そうだね、そうですね。だからね、このトラップができない人でサッカー上手い人はいません。はい、サッカー上手い人全員トラップが上手いです。上手くなりたいならトラップを練習しろと。もちろんいうことですね。うん、でもその前に、まあ、ボールタッチだったりリフティングで、まあ、ある程度ね自由に扱える技術がないとトラップももちろん上手くなりません。はい、まあ、よくね、あの川崎フロンターレのピタ止めみたいなのあるけど、あれはちょっと難易度がちょっと高いです。すごい高い。ピタって止めるってまあ難しいから、力の加減だったり、うん、じゃなくて、まあ、今回教えるのはもう本当基礎中の基礎。まあ、要は自分の蹴りたい位置にボールを蹴るようにしようってことだよね。そう、まあ、多分誰もがやる最初の練習かな、うん、をちょっと今日は解説していきます。はい、でね、あの毎週木曜日ケータの方で、毎週月曜日僕の方でね、あのサッカーを教えてるので、ぜひ、ね、インスタグラムのチェックお願いします。お願いします。はい、それでは早速やっていきます。シャッ。まず当てる場所はこの水野のマークで言うと、ちょっと後ろ側かな、俺は。うん、ちょっと後ろ側で、なおかつボール、来たボールに対して足は下に落とすイメージ、下に落とすイメージ。まあ、バック回転をかけるってイメージかな。ああ、そうだね、勢い殺すために、うん、そう、多少引きながらバック回転をかけるみたいな。そう、気持ちいい。今の引きながら下ろす。止める場所の位置のイメージとしては、自分の一歩じゃなくて自分の半歩前ぐらいでボールがあると一番ボールが蹴りやすいんで、半歩前に止めて蹴る。トラップする位置は自分の重心の半歩前、それだと、どっち足でもどの向きにでもボールを蹴りやすい。失敗例とかね、後ろに行っちゃう、足元入りすぎ、うん、でかすぎちゃう。この3つ、後ろに行っちゃう、足元入りすぎちゃう、前に出すぎる、うん、これをね、しないように、なるべく自分の半歩までいつでもボールを蹴れる位置、どの方向にもボールを蹴れる位置、これを意識してトラップします。応用編として左でトラップして右で蹴る、右でトラップして左で蹴る、こういったことをね意識してやってください。はい、ということでね、はい、今ちょっと解説させていただいたんですけど、はい、まあ、トラップって本当にね繊細さが大事、うん、まあ、僕もこう何十年間やってきて、今こう手本でやってたんですけど、自分の中ではちょっとずれたりとかやっぱあったんで、それぐらいトラップって本当難しくて、本当ミリ単位の話になってくるので、まあね、たくさん練習して、まあそのミリ単位の違いにも気づけるぐらいまで、そうだね、うん、でもっと上行くためにはそのミリ単位のズレをなくすこと、これが試合中になったらね、相手が寄せてきてるとか、うん、後ろを見るとか、いろいろ本当状況判断が必要になってくるんで、うん、そんな中でね、まずこの敵がいない状態のトラップができないと、うん、いいプレーにもつながらないと思うんで、うん、まずはね、これを本当に自分の置きたいところに置けるようにする技術っていうのを、うん、練習して身につけてほしいと思います。で、あとはやっぱね、あの自分のやってる映像とかを撮ってみて、はい、まあこの動画と見比べてみてね、うん、足の角度だったり引く幅だったりとかはね、見ながら、何回も何回も見ながら、何回も何回もやってほしいなと思います。はい、はい、じゃあそんな感じで終わりますので、ぜひね、あの分かんないことだったりね、
まあためになったよとかでもいいのでコメントしていただければ嬉しいです。嬉しいです。はい、プラスチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ぜひお願いします。はい、それじゃあ次の動画でバイバイ。